どう動くんだ。ほら、もう少し酒抜けねえと頭が回んねえぞ。困るよ。うちは海藤さんの切れる頭が頼りなんだからさ。もっと言ってくれ。松井です。ああ、trying to sneak around, but I'm dummy thick, and the clap of my ass cheeks. いただきます。こんちは。誰もいないっすよね。お邪魔しますよ。何してるお前。いや、どうも。刑事さんだってよ。じゃあ、あだ名はジーパンだな。光栄です。見ててよ。行くぞタボ。お先に。やめろって。
でもさ、つくもんとこの窓は誰に弁償させんだ。え、いや、わかった、俺が払うから早く逃げるぞ。なら OK。 もっと行ってこいよ。そんなにうまいの？その電子タバコ。しばらくキーボードを叩くのにも支障があります。僕にとっての小指は波の人よりずっと価値が高いというのに。ああ、久々に痛い思いした。まだ吐きそう。思ったよりは二人とも元気そうだ。とりあえずカムロ町には俺も行くぜ。元極道ってのもいろいろだね。登場会といや、最近東と会ってる。ああ、あいつは元登場会の中じゃ救いのある方だ。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。いわゆるディープフェイクですね。確かに AI の進歩などで非常にリアルな捏造動画が作れます。相変わらず可愛かったな、真冬ちゃん。お前より戻さねえのか、タバ。そういうんじゃないから、俺らずっと言ってるけど。なんでかわかるか。知るかよ。俺は店に入れてもらえないの。てめえはここで殺されねえだけありがたく思え。釣れないな。海藤さん一人だけ奥にご案内か。なあ、あのさ、ちょっとトイレ行きたいんだけど、店の中の借りてもいいかな。へえ、ここでぼんやりスマホ見てるだけでも楽でいいね。うるせえよ。そういうのは A ランクのメンバーで占められちゃう。あんたは見たところ、やっぱ F ランク。あ、なんだとこら。あれ、怒っちゃった。ごめんごめん、傷つけちゃったね。なめんなよ、顔の野郎。悪いな、俺も相棒連れてかれてカリカリしてんだよ。ふう。ごめんな、ちょっとだけ寝ててくれ。世界に足突っ込んだやつはそのしがらみから逃げらんねえ。俺を世間知らずのガキどもと一緒にすんな。どうやら話の種も尽きてきたみてえじゃねえか。お前らがどんな組織立ち上げようが、
俺は知らねえ。だがこれ以上つきまとってくるようなら遠慮なく叩き潰す。もう俺らに構うな。俺らねえ、もしかして相棒に遠慮でもしてんのか。なんだったら矢神も入れてやるさ。もう構うなっつってんだぜ。そりゃお前の態度次第だろ。仲間にならねえ奴は敵とみなす。バカと組む気はねえ。汚ねえ音出すんじゃねえって。どうも。お断りします。お引き取りください。あ、ちょっとすいません。白崎先生の助手で探偵の矢神と言います。は？さすがですね。でも今のやり取りを聞いてたら、なんだか矢神さんの言葉が信用できなくなりました。そんな、良かれと思ってやったんじゃん。あ、なんだ。女子の制服がすごく可愛いです。この野郎。あれ、よーよー、阿久津、なんでお前がここにいんだ。おい、ほらこっちだって。怪盗だ。奇遇じゃねえかよ。沙織さん、もしかして RK の連中に聞き込む気ですか。あ、じゃあ10分に1回安全確認の電話を入れます。いえ、それも遠慮してもらいます。こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの。ええ。そう、じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうね。何飲むか迷ってんでしょ。いいよ、内緒でターボーが入れてるボトル飲んじゃいな。あいつ最近ツケが溜まってるし。ありがとうございます。でも沙織ちゃん、美味しそうにお酒飲んでくれるよね。ほんと、なんだかかっこいい。そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。沙織ちゃんほどの美人が街を歩けば RK から近づいてくるよ。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったら、カムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。それで前から興味があったの。なるほど、これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの、本当に綺麗。いや、そんな。最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。だって今夜は私めちゃくちゃになりたいなって思ってたから。俺でよかったら一緒に乱れますけども。何それ、面白そう。叫んじゃねえぞ姉ちゃん。沙織ちゃん、あれ、目障りだぞチンピラ。東さん、てめえ。ったく、たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あの、礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に美人。ありがとうございます東さん。だから礼なんて。え、なんで俺の名前を。白崎です、源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ。しかしすげえっすね。若くて強くてかっこいい、私タイプかも。矢神の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行ルイ内に出ろってんですよ。